あ、ミララ。ねえ。ねえ、果物ナイフ一本いらない？一発くじでダブっちゃって。一本せ、ちょっと待って、高くない？そこ、知り合いに高く売りつけない。マイクテスト、マイクテスト。マイクテストの時なんでみんなああ言うんだろうね。この声ってガスタンク大臣？大臣が放送するなんて珍しいね。ていうかガスタンクっていう名前すごいな。今更だけど。全国民に次ぐ。先ほどメローラ姫が病に倒れた。なんでももうダメらしい。何その曖昧な。もうちょっとふんわりしすぎてるから具体的に教えてほしいな。もうダメってどういうこと？メローラ姫がもうダメ？走っていっちゃった。ですから。そこで王は姫を救った者に多大な報酬を与えることを決定した。我こそはと思う者は直ちに城に集まるように。多大な報酬ってなんだろうね。ちょっとお金ないからさ、1万ギランしかないから。いや、おそらく無風なビデオじゃ。どっちもそんなにいい報酬じゃないと思うんだけど。ミララさんも城に行くでごわすか？ちょっとお金欲しいからな。ミララさんも肉好きでごわすか？違うって。いやいやいや、やっぱり無風なビデオじゃろ。そんなわけあるかい。どっちでもいいわよ。っていうか、もっと他にあるでしょ。勝手でごわす。そうと決まれば急いで城に向かうでごわす。第4章。もう第4章まで来たんだね。机メローラ姫、永遠の命は誰の手に。よく集まってくれたの。お前たちも知っての通りじゃ。メローラが、わしの可愛いメローラが。死なないでメローラ姫。まだチューンもしてないのに。まだ生のかかとも見てないのに。いつまでも悲しんでおる暇はない。姫を救うためにお前たちをここに呼んだのじゃ。メローラを救った者には、報酬報酬。姫との結婚を許可する。まさかそうきたか。姫と結婚？それってチューできる？かかと見放題だし、チューもし放題だよ、きっと。なんでかかとにこだわるんだろう。メローラ姫のかかと見放題。かかとフェチか。マニアックじゃのう。っていうか、あんたたちこれからライバルになるんじゃないの？永遠の命はマカロマンテンちょっとな、喋り読みづらいな。フェニックスが持っています。マカロマウンテンはアボカド湿原を抜け、さらにフラペチー雪原を越えた先です。長くなりそうだね。今回は険しい旅になりそうじゃの。まあでも永遠の命だからね。まあ大変なのは仕方ないのか。二人のメローラ、姫と結婚できるのは一人。つまり永遠の命争奪戦が始まるというわけでごわすな。永遠の命争奪戦。俺ならできる。ちょっとチャップ。はい、どうも。チャップたちは3人と2匹。私は1人。これじゃ勝ち目がない。まさか。射精。一生のお願いです。私と組んでくれませんか？ありがとうございました。そう言ってくれると思ってました。でもこれ喧嘩にならないから。そうと決まれば急ぎますよ。まずはアボガド湿原へ。なんかロボットと仲間になっちゃった。さあ、ちょっとね、今回はあれだ。ちょっと武器がね、絶望的に弱すぎた。セイレントの戦いで。それを実感し、赤ずきんがいる。ちょっともう。ちょっと武器をね、安くしてくれるかな、これ。
さてちょっとカードちょっと交換していこうかな。ちょっと C ポイントを上げていくとなんかいいことがあるらしいんで、よし次のランクまであと150、ガンガン上げていこう。これ次のランクまで上がんねえなこれきっと。よっしゃ OK。 さてと買う、今1万ギラン、どこにお金かいて、あ9000、1万いってねえじゃん、1万いってないな。なるべく高いの買っていこうか、なるべくスピア、あでも結構いいの買えるな。ナイフっていうのもあるね。強さ90か、もっと強さ強いのないのかな。ねえ今もう手持ちのやつでもう強さ90あるんだけど、なるほどね。これはどうかな。お強さちょっと上がってんじゃん。じゃあこれにしようかな。攻撃速度中アップになってるし、じゃあこれを買っていこう。よっしゃ装備していこう。じゃあねちょっといらないやつが、バトルアックス、まあこれいらないよね、いらないでしょ。よしじゃあ行きますか。すげえ資料山脈への道、怖すぎるんだけど。お化けとか出てくんのかな。射精やったー、これ仲間がね、4人になって楽しいな、これは。さあ、ちょっとダッシュで先行きますか。ちょっとね、もうザコに構ってる時間はない。こっちだ。こっち行って。どっちだ？こっちか。湿気で壊れそうとか言ってる。かかと！よいしょー！あら！次行けない！何？なんでだ？なぜかピノキオを攻撃してる。なんで壊れたの？やだ。とりあえずこいつをやっつけるか。おらあともうちょい。ちょピノキオ結構強いんだけど。ピノキオ結構強いぞ。やらららら、ちょっと待って、うお、マジで。まさかのやられるっていう、ちょっと全滅じゃないこれ、もしかして。助けてよ助けてよ、助けてくれ。うわぁ、まぜ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 、あぶねぇ、危なかった危なかった。多分あいつの必殺技みたいなの食らったからやられたんだな、きっと。よいしょ、ちょっと危ない。よいしょ、ありがとうございました。何がバグったのあいつ。さあ次行くか。あ次行けねえや、どうすんだこれ。あ町に戻んの、すげえ足引っ張りやがったあいつ。なんで戻ってきたんだろう何か用か。ちょっとピノキオがなんかいがれてる。てピノキオお前何やったんだ。仕事ほっぽり出して、まったくお前ってやつは。ああもしかして黙って出てきちゃったパターン。こりゃまずい、湿気でいかれちまってる。あそっか、ロボットだから湿気でやられちゃったのか。だからあいつバグってたんだね。すぐに修理するぞ。はいどうも。どうやら私はここまでのようです。うん諦めよう。やっぱり諦めきれません。このままではチャップとメローラ姫がダメだ。メローラ姫のかかとへの思いは誰にも負けません。修理が済んだらすぐに再出発しましょう。なんでそんなにかかとに執着するのかよくわかんねえよ。おいピノキオ、修理してやるのはいいが、お前また仕事ほっぽり出してどっか行く気じゃねえだろうな。音声を認識できませんでした。すげえすげえとぼき方。王様大変です。何？そんなまさか嘘じゃろ。
ですから。王様、覚悟を決めてください。あ、もう姫様、もういよいよ死んじゃうのかな、これ。そんな嫌じゃ、わしは嫌じゃぞ。王様。ちょっと姫様、やばいんじゃない、命。ありがとうございました。お待たせしました。治ったんだね。防水加工も施されたので、もう湿気で壊れたりはしません。それでは、急いでマカローマウンテンに向かいましょうか。私がメローラ姫と結婚。次はいよいよ雪原です。気を引き締めていきましょう。大丈夫かな、また壊れないかな。寒すぎて壊れましたとかそういうオチないかな。ちょっと足引っ張ってたけど、めっちゃ。じゃあ次行きますかね。狩猟山脈への道雪原編。よし、次はもう壊れんなよ。行くぞ。あ、ずいぶん離れたね。ありがとうございました。大丈夫かな、本当に。もう絶対に壊れませんって言ってるけど、なんか壊れそうだね。フラグっぽい、なんか、はい、橋があるか、橋かかってんね。おお、白熊出てきた。でかい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 な。おらー、あ、今避けたつもりだったらダメに入ったな。こわ、なんか白クマアイスイメージしてんじゃない、なんかフルーツが体にくっついてんだけど。白クマアイスね、あれみんな好きみたいだけど、俺あんま好きっていうか食べたことないな。よし、あともうちょいだ。ちょっと待って、あー、ちょっと武器変えて、このね、買ったばっかしの、おら、くれ、あと一発ぐらいかな。オッケー、やっつけたー。うん、マジックドリンクを手に入れた。じゃあ次行こう。狩猟山脈マカロマウンテン、ちょっと雰囲気が一気にヤバくなったね。え、ボスバトル、え、どっから出てきた今。え、あれあれ、ちょっと、ああ、そっか、チャップたちと戦ってんのか。嘘でしょ。ケイ、やっつけた。あとはゴブさんとペペロンがいるのか。おらー、なんてやつらだこいつら、いきなり攻撃してきて。いやー、よし、やっつけた。オッケー。お、なんか、え、レア出ちゃった。お、なんかよくわかんないけど、レアを出したっぽいぞ。さあ、じゃあ一旦戻る。また壊れたのか。お前というやつは。すいません、今回は何で壊れたんだろう。ロボットのくせに一丁前に主人の俺を騙しやがって。騙すなんて人聞きの悪い。行かないとは言っていません。お願いします、寒さに強いボディにしてください。あ、やっぱ寒さで壊れたんだね。おいおい、しかしな、これ以上サボられると困るからな。止めないでください、これは男の戦いなんです。メローラ姫との結婚をチャップに譲れと。いや、ロボットなんだから、まず結婚できないって。まあ、お前とは長い仲だ。直してあげるんだね、結局。直してやるが、これが最後だぞ。ありがとうございました。お願いします。じゃあ次壊れたらもうそこで諦めよう。よし、完成だ。見た目変わってないけどね。ちゃんと寒さに耐えられるよう防寒仕様にしてやったぞ。これ防水仕様で、しかも寒さにもね大丈夫になったから、もう大丈夫でしょう。
マカロンマウンテン急ぎましょう。